演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。業務スーパーのこちらのエッグワッフル、チーズフィンガースイートポテトを食べたいと思います。また冷凍食品いっぱい買ってきたいんですね。このエッグワッフル、前にもワッフルってベルギーワッフル食べたことあるんですけど、また新しく出たんですね、こんなので。このチーズフィンガーは気になってたんですけど、なかなか買えなくて、ようやく今回買うことができましたね、買えるでね。で、ちょっとスイートポテトも気になったので買ってみました。いつでももう今回ももう調理してあります。こういうのって時間かかるからな。ワッフルは自然解凍でも焼いても美味しいということなので、焼いてるやつと自然解凍のやつ両方用意してます。では、まずは一番楽しみにしていたこちらのチーズフィンガーからいただきます。チーズフィンガー、うわ、チーズの味すごっ。こんなに感じられるなんて初めてだよ。業務スーパーのワッフル毎日美味しかったからな。これもきっとほんと期待を裏切らない美味しさですね。サクッ、もふっとクリームとかチキンとかにも合いそう。最後はスイートポテト、割とお手軽に作れるイメージありますけど、こうやって食べてみるとまた違いますね。さつまいもの甘さが口に広がる。今回もどれも美味しかった。やっぱり人気があるものはすごいですね。こちらのチーズフィンガーは大人気なのもうなずける美味しさでした。というのも全体に衣が回さっているのですが、それを噛んだすぐ直後からチーズの旨味が口の中にふわっと広がってくる。で、チーズにも食感がしっかり感じられて、いわゆる溶けるチーズとはまた違った塊のチーズを揚げている。そのまま揚げているので、もうサクサクした衣とともにチーズフライとしてとっても美味しくなりました。まあ、フライって言っても揚げる必要はないんですけどね。まあ、揚げる方もあるんですけど、自分はオーブントースターでやりました。ちょっと揚げるって油がもったいない気がしてならないんですよね。で、愚痴はいいか。チーズ好きな方にはぜひおすすめしたい一品ですので、こちらの点数とさせていただきます。そして次のこちらのスイートポテト、口に入れた中に入れた瞬間にさつまいもの優しい甘さがふわっと広がってます。口の中で程よい感じですぐに崩れてくれるので、さつまいものうまみをたっぷり堪能することができました。なんか本当は卵黄塗って焼くみたいなんですけど、自分は卵黄塗らずに焼いちゃいましたね、オーブンで。でも十分美味しかったです。ただちょっと崩れやすいのは難点ですね。もうちょっと硬くてもいいのかな。まあ、卵黄塗ったら硬くなるのかもしれない。だからそこだけちょっとマイナスで、こちらの点数とさせていただきます。そして最後のこちらのエッグワッフル、こちらは自然解凍だとふんわりしていて、焼くとさっくりしている、そんな2種類の顔がありましたね。ちょっと甘めでしっかりと甘さを感じられて美味しかったですし、本当にクリームとかあと鶏肉とか挟んでも美味しそうですね。ちょっと塩気のあるものを食べてもいいかなと思えるワッフルでしたので、こちらの点数とさせていただきます。業務スーパーのワッフルって本当美味しいですね。それでは、夏までに神経性胃炎治さんよ。いや、今すぐ治すって話ですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンド閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。